北陸自動車道、北陸自動車道、北陸自動車道、北陸エクスプレスウェイは、新潟県新潟市港南区の新潟中央ジャンクション JCT から、滋賀県前原市の前原 JCT へ至る、高速道路、高速自動車国道ある。略称は、北陸道、北陸道、北陸エクスプウェイ。高速道路ナンバリングによる路線番号は E8 が割り振られている。 新潟県から富山県、石川県、福井県、滋賀県へと至る高速道路で北陸地方の主要都市をほぼ網羅しており、東北自動車道、中国自動車道に次いで国内の高速道路では3番目に長い路線である。全線にわたって国道8号とほぼ並行している。全線を日本道路公団が建設、管理、運営していたが2005年、 平成17年10月1日の道路関係4、高段民営化後は、朝日インターチェンジ IC 阪境に、東側の新潟中央 JCT 朝日 IC を、東日本高速道路エクスコ東日本が、西側の朝日 IC、朝日 IC を含む前原 JCT を、中日本高速道路ネクスコ中日本が管理している。鶴ヶ IC、鶴ヶトンネル付近は、 土地利用の関係で、上下線全く別のルートを通っている。この区間は一部で、当時の国鉄の北陸本線の廃線跡を使用しており、杉新 PA の上り方面施設は、杉津駅の廃駅跡に建てられたものである。また、木本 IC 竹尾 IC と、朝日 IC 上越 IC はトンネルが連続する区間である。特に前社の区間は、 冬季に吹雪による視界不良や降雪によるスリップなどの交通障害が多発している。そのため標識で山岳ハイウェイとの告知がされ、チェーン脱着場も多数設けてある。とりわけ、鶴ヶ石、鶴ヶトンネルは前日の理由で一度スリップなどで交通事故が発生すると、だ路線では一般的な反対車線に機材を投入するという方法が使えない。そのため、 特に冬季には、木の元 ICE 北では、滑り止め着用規制がかかることが多い。では、国土開発幹線自動車道の路線名としての、北陸自動車道は、以下の通りとされている。また、高速自動車国道の路線を指定する政令では、高速自動車国道の路線としての、北陸自動車道は、以下の通りとされている。政令上の北陸自動車道には、 新潟中央 JCT 米原 JCT のほか、長岡 JCT 長岡 IC と、新潟空港 IC 新潟中央 JCT も含まれており、開通当初はこれらの区間も、道路案内上では、北陸自動車道の名称が使用れたが、先日の通り、長岡 JCT 長岡 IC は、関越自動車道に、新潟空港 IC 新潟中央 JCT は、 日本海東北自動車道にそれぞれ変更されている。国土開発幹線自動車道の路線名、高速自動車国道の路線としての起終点は、新潟中央 JCT から、前原 JCT の順であるが、このセクションでは IC 番号、キロポストに従い、前原 JCT から、新潟中央 JCT の順で記述する。開通当初は、長岡ジャンクション JCT より、 前原方面は西山インターチェンジ IC からの番号1から33が振られる一方で当時の長岡 JCT 新潟黒崎 IC は関越自動車道の練馬 IC からの連番22から26が振られていたこの時のキロポストは長岡 JCT を起点にして朝日 IC 方面に向かうキロポストと朝 IC 付近を起点として 前原方面に向かうキロポストの2種類があり、同一路線上に同じ値のキロポストが存在する、暫定的なものであった。全線開通に合わせ整理統合することとなり、北陸道に並行する JR 北陸本線に合わせて、前原方面域を上り線、新潟方面域を下り線とし、キロポストも前原 JCT 起点、新潟黒崎 IC 終点のものに変更された。 IC 番号も前原 IC から新潟方面に向かって各 IC に加え親部、現、小ベトナミ JCT などの建設予定 JCT や IC をも含めた連続番号に変更した。これらキロポストや IC 番号の変更に伴い、案内標識などの変更工事が1987年5月から7月にかけて行われた。なお、長岡 JCT の構造は、 北陸自動車道新潟方面から関越自動車道東京方面が本線であり、北陸自動車道の富山方面はこれに分岐、合流するランプになっている。1988年、昭和63年の全線開通の際、最後に完成したサービスエリア SA である名立谷浜 SA には、全線開通の記念碑が混流されている。また、 北陸自動車道の全 IC と JCT の形状を描いたタイルが設置されていたが、2017年のタイル張り替え時に撤去された。現在の国道116号新潟西、バイパス、新潟西 IC、黒崎 IC、当時は新潟黒崎 IC も北陸自動車道として建設、開通したが、その後の北陸自動車道の延伸工事に伴い、 高速自動車国道から一般国道へ降格され無料開放された。このような区間は高速自動車国道では唯一である。また、現在の関越自動車道長岡 JCT、長岡 IC、日本海東北自動車道新潟中央 JCT、新潟空港 IC も北陸自動車道として建設、開通したが、前車は関越自動車道長岡 IC 以南の区間の 開通の際に、校舎は、日本海東北自動車道、新潟空港 i c 北の区間が新開業した際に、北陸自動車道から分離され現在の名称になっている。このような経緯から、高速自動車国道の路線名としての、北陸自動車道には、新潟中央 JCT 新潟空港 IC と、長岡 IC 長岡 JCT も含まれている。北陸自動車道で、 事業中、または計画中の JCT、IC を挙げる。雨天、降雪、濃雨、台風などの好天時、事故や工事などの時は50時速 80km の速度規制が行われる。売店は全てのサービスエリア、SA と半数以上のパーキングエリア、PA に設置されている。ガソリンスタンドは全てのサービスエリアと黒崎 PA にあり、 すべて24時間営業である。レストランは、なだち谷浜 SA を除くすべてのサービスエリアに設置されている。木の元 IC 竹雄 IC は14本、このうち2000メートル長は2本、朝日 IC 上越 IC は26本、このうち2000メートル長は8本のトンネルが設けられている。富山県と新潟県境を通過する校舎の区間は、いくつものトンネルをつないで、 日本海に陥る日東山脈、北アルプスの急旬な断崖を通過するところで、各トンネル入り口に何箇所目のトンネルであるか示す表示板が取り付けられている。天下の県と呼ばれ、古くから交通の難所で知られる親淵付近では、狭い平地から海上に張り出すように道路橋でつないでおり、その中間に国道8号と連絡する親淵 IC が設置されている。 なめ川 IC ウォー IC 下り線のトンネル数は1となっているが、アリーソ海 SA を利用した場合は通過しない。北陸自動車道の管轄は、木本 IC と旭 IC の2カ所を境に、主に、滋賀県内の区間を中日本高速道路名古屋支社が、北陸3県、福井、石川、富山の区間を中日本高速道路金沢支社が、新潟県内の区間を 東日本高速道路新潟支社がそれぞれ行っている。かつては、富山西 IC と山 IC 間に、富山局が存在したが、2009年度、平成21年度中に、アリーソ海局の開局に合わせて廃止された。日本道路公団時代、長浜局では、日本道路公団関西支社の水田管制による、放送、サバ局伊藤は、 水田管制と同じ音声の放送を使用していた。民営化後、中日本高速道路管轄となった長浜局は、一宮管制へ移管、澤江局と富山局は、一宮管制と同じ放送形態のものに変更された。また、中日本高速道路管内では新たに、柳瀬、今城、不動寺、高岡、アリー祖の各局が新設された。一方で、 東日本高速道路の管轄となった名立ち、谷浜局伊藤では、同じ形態の放送が2013年10月まで、続られた。現在、放送形式は中日本高速道路と東日本、高速道路の管轄協会となる、朝日 IC を境に、西側のアリーソ会局伊勢と東側の名立ち、谷浜局伊藤で異なっている。24時間交通量、大道路交通センサス。 2002年、平成14年度、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。